ブラディミール・シュミツェルは、チェコ、チェチン出身の元同国代表サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。フランスのランスで頭角を表し、リーグ優勝を経験した。1999年に、リバプールに加入し、レアル・マドリーへ移籍したスティーブ・マクモナマンに代わり、リバプールの7番を背負う。2001、02シーズンには、リバプールの FA カップ、リーグカップ、 UEFA カップの三冠制覇に貢献した。また2004、05シーズン、UEFA チャンピオンズリーグ決勝の AC ミラン戦では、負傷したハリー・キューウェルに代わって、途中出場し、リバプールの2点目となるミドルシュートを決めて、優勝に貢献した。その試合が、リバプールでのラストマッチになり、その後は、ボルドー・スラビア・プラハで、 それぞれにシーズンずつプレーした。攻撃的なポジションならどこでもこなせる、ユーティリティープレイヤーだった。欧州選手権には3度出場し、3度の大会でゴールを決めた数少ない選手の一人である。ユーロ96のロシア戦で挙げた、同点弾は、チェコのグループリーグ突破を決めるゴールとなった。また、ユーロ2000では、チェコの大会唯一の勝利となる。 デンマーク戦の前2ゴールを決めた。さらに、ユーロ2004でも屈指の好勝負となったオランダ戦で終了間際の勝ち越しゴールを挙げており、レギュラーとしてもスーパーサブとしても大きな存在感を発揮してみせた。怪我により2006ドイツ W 杯は辞退せざるを得なかったが、この大会でのチェコのグループリーグ敗退は彼の不在も遠因の一つと言える。 2008年のユーロ2008-2009年11月9日、体の限界を理由に現役引退を発表し、翌年に引退試合を開催した。引退後は、チェコ代表のスポーツマネージャーとなった。ありがとうございます。